はい、じゃあ今日の聖書勉強会お祈りして始めましょう。お祈りします。愛する天皇と様、この時もあなたの前に沈められるこの時間が与えられること感謝いたします。今日も主が語ってくださり、聖霊様がどうぞ導き、あなたの助けによって、御言葉が見えるように理解できるように助けてください。待ち望みます。感謝します。イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。はい、では今日はヨハネの福音書第80回目となります。5番、迫害の予告、聖霊の教えということで、前回の続きとなります。前回の復習はですね、まずこの憎まれること、迫害されることということで、確認をいたしました。イエス様が語っていたことですね、弟子たちに語っていたことでありますけども、イエス様を信じその弟子として生きることによって世から憎まれることがあり、迫害を受けることがあるということでした。でそれはまあイエス様もそうであったわけです。イエス様がこの世で生きられた道、それについて、マタイの7章から確認したんですけど、それはもう小さな門、狭い道ということでありましたね。楽な大きな門ではなく、広くゆったり歩ける、広い道でもなくですね、小さな門、狭い道ということです。はい、イエス様は罪人を救うためにこの世に来られました。しかしこの世はイエス様を受け入れませんでした。イエス様を拒否して最終的に十字架に追いやるということでした。イエス様が公の働きを行われた間、イエス様は常に憎まれ迫害を受けるということでしたね。でそれはイエス様の弟子たちも同じでした。彼らの最後はほとんどが殉教でありました。キリストを信じる信仰のゆえに世から憎まれ迫害を受けなければならなかった。で今の時代においてもこの広い世界の中で、クリスチャンであるがゆえに迫害を受けなきゃならないということが起こっているのですね。私たちは今はまだ大丈夫でありますけども、しかしこれから何が起こってもおかしくはない時代となっています。ゆえに私たちは今から備えておくことですね、御言葉で備えること、信仰で生きる、信仰を選択する、このことをしっかり学んでいくことであります。それは本当に私たちにとっては小さな門のようであり、狭い道のようで、ように思える、そういうものであったとしても、私たちは最後の最後まで信仰を選択する、御言葉によって生きるということを行っていくことであります。またもう一つ確認したことは、見ても聞いても信じなかった人々ということでしたね。イエス様は実際多くの御言葉を語られました。また神の御業も行われました。しかしイエス様を信じた人は本当にわずかであり、ほとんどがイエス様を受け入れることをしなかったわけです。で、そのほとんどがこの律法の教師、宗教指導者的な立場にいる人々でありました。彼らは聖書を知っている人々でした。聖書を学び研究する人々でした。しかし彼らはイエス様がわからなかった。聖書が証言しているキリストについて彼らは正しく知ることができなかった。どうしてそういうことになってしまったのか、目の前に現れているキリストよりも自分の知識、自分の知恵、自分の考えが優先されていたからですね。何が彼らの中に起こっていたんでしょう。知識が彼らを高ぶらせるということですね。自分たちの知識が全て、自分たちの持っているものが答えであるかのように考え、その結果イエス様が来て教えたとしても、それを受け入れることのできる心の柔和さというものがもうもはやなくなっていた。心の謙遜さが失われていたわけですね。聞く耳持たないということですね。
彼らの持っている知識によって彼らの心は完全に固くななものとなっていました。学ぶことは良いこと、知識を得ることは素晴らしいこと、しかしそれが罠になってしまうことがあるということですね。知識が罠になってしまう。私たちは聖書について学べば学ぶほど心が柔らかくされて、謙遜さというものが与えられていくようにと願うのでありますね。クリスチャンとして年数を重ねるごとにですね、何か教師のように固くなになるのではなく、常に柔らかい心で、主を純粋に慕い求める、そういう信仰者として、成長していくことができればと願っています。はい、じゃあ今日のまでいきましょう。カッコ3番、キリストを証しするお方。まず聖書はヨハネ15章26節から27節を読みます。26節27節。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。初めから私と一緒にいたからです。アメン。カッコ3番、キリストを証しするお方。はい、ユダヤ人たちの多くはイエス様を見ても分かりませんでした。イエス様の教えを受け入れる心の余裕というものが彼らには全くありませんでした。彼らは聖書を知っている人々でした。まあ、彼らにとって聖書とは旧約聖書ですね。旧約聖書について彼らはもう人々に教えることができるほど、もう教師のレベルにあった。それほど熱心に読んで、それを学んで、聖書を研究して、聖書を暗唱もしていた。しかしそれにもかかわらず、彼らはイエス様が見えなかったんですね。旧約聖書について、その中心的なテーマは何でしょう。これから来られるキリストメシアについて予言されている。旧約聖書が語っている大きなメインテーマとは何か、やがて来られるキリストメシアについての予言であるということですよね。旧約聖書を見れば、やがて来られるその方、キリストメシア、送られて来られる方、そのお方についての、まあ、予言的な内容というものが語られているわけです。まあ、その中で私たちがよく知っているのはあれですよね、イザヤ書の53章ですか。イザヤ書の53章、まあ、3節から5節まで読みましょうかね。3節から6節まで読んでみましょうかね。イザヤ書53章3節から6節、これはまさしくイエス様の十字架の出来事を言ってるわけですね。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。はい、まあ、このようなものを、このような御言葉を代表として、まあ、いろいろな、
そのイエス様に関するお話っていうものがですね、予言的な内容というのが語られているわけですね。またレビ記23章、この間の日曜日のメッセージでもちょっとお話しましたけども、レビ記23章を見たら7つの祭りについて記録されているわけです。でそれぞれの祭り、この7つの祭りについてユダヤ人たちは今も祭りを守っているということなんですけど、それらの祭りすべてにはイエス様に関連するメッセージが含まれているということですね。杉越の祭りっていうのは十字架にかかるキリストを語っている。種なしパンの祭りは罪のないお方であるキリストが語られている。罪のないお方キリストが語られている。初穂の祭りはキリストの復活が語られています。初穂の祭り、キリストの復活が語られています。収穫祭、五旬節と言いますけど、それはキリストが約束された聖霊が望まれることが語られているわけですね。まあ、ここまでがこの4つが春の祭りで、また続いて夏を挟んで秋になるとラッパの祭りから始まります。ラッパの祭りはイエス様の再臨を教えているわけですね。で続いて大食材日というものがありますけど、それがイエス様の再臨の後に起こる観難時代を教えておれ、また最後のカリオの祭りが何かというとイエス様によって起こされる千年王国を教えているということです。すべての祭りはイエス様と深く結びついているのです。そしてイスラエルの人々は当時も七つの祭りを守っていたし、今の時代に至るまでユダヤ人は七つの祭りを守り行っているんです。しかし残念なことにそこにキリストはいないということですね。イエス様なしで祭りが お祝いされているということ、まるでイエス様と全く関係のないクリスマスのようでありますね。彼らは聖書に従って祭りを祝っているのでありますけれども、その祭りの中心であるイエス様が完全に除かれてしまっているということです。はい、彼らは聖書を知っています。七つの祭りも守っています。しかし聖書の中心であり祭りの中心であるイエス様が全く見えていないということ、どうしてそういうことになってしまうのか。逆を言えば、どうしてじゃあ私たちはイエス様を知ることができたのか。どのようにしてイエス様が救い主であるということが分かったのか。はっきりしていることは、私たちの聖書の知識というのはユダヤ人には及ばないんですね。私たちはクリスチャンであり、まあ、私は牧師でありますけれども、ユダヤ人の持っている聖書知識には及ばないということです。彼らはもう子供の時から聖書の教えをもう本当にしっかり染み込ませられているわけですね。彼らの方がもう知識としてははるかに優れている。ではどうして彼らは分からなくて、彼らより知識の薄い私たちがイエス様を信じることができているのか。答えは一つでありますね。先ほど読んだ御言葉を読んでみましょうね。最初に読んだヨハネ15章26節、私が父のもとから使わす助け主、その父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。アメン。御霊が私について証しします。つまり聖霊様がイエス様について教えてくれます。イエス様がどのようなお方であるのか、聖霊様によってそれを知ることができるし、聖霊様によってイエス様が救い主であることが見えるようになりますということ。すべては聖霊様によって可能であるということ。自分の実力でも自分の知識でも自分の努力でも
自分の研究でもない聖霊様の働きによってのみそれが可能であるということを教えているのです。第一コリント12章3節、第一コリント12章3節、これはまあ何度も読んでるところですね。第一コリント12章3節の御言葉です。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。アーメン。聖霊様がその人に望むとき、イエス様が主であるという告白に至るんだと。聖霊様の働きによってのみ信仰を得ることができるのだということですね。でまたもう一つ注目することは27節ですね。あなた方も証しするのです、初めから私と一緒にいたからです。27節、ここを見ればあなた方も証しする。聖霊様がイエス様について証しをするように、聖霊を受けた私たちもイエス様について証しをするようになるということです。イエス様の弟子たちに聖霊が望まれた時、彼らはイエス様について証しをする証し人に変えられました。使徒一章八節、使徒の働き一章八節。はい、使徒の働き一章八節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アメン。この御言葉の通りにイエス様の弟子たちはエルサレム、ユダヤ、サマリアだけにとどまることなくて、イスラエルですね、イスラエルの地にとどまることではなくて、地の果てに至るまでキリストの証人となって生きていくことになります。伝承によれば弟子の一人のトマスは東のインドまで、旅を続け、キリストの証人となって、まあ、そこで、トマスは殉教していったというお話でありますね。またパウロは当時の大国でありますローマにまで行って宣教の働きを行っていたのが、まあ、使徒の働きの最後の章でわかるわけですね。それこそ地の果てまで彼らは出て行ったわけですね。で、そのような彼らの宣教が現在、日本人として生きている私たちにまで届けられているということ、そして今度は私たちからさらに全世界に届けられていくようになっていく、イエス様が再び来られる、その時が来るわけですけど、その時に至るまで私たちの宣教の働き、イエス様の証し人としての働きはとどまることはないということですね。で、まあ現在ね、今ペン先生がねネパール行ってるんですけど、ね、ネパールってどんな国かな、ね、あの国はほとんどがヒンドゥー教徒ですね。仏教も 10% いかない、ほぼヒンドゥー教がもう国家宗教的なものです、まあ、国家宗教ではないですけどね。クリスチャンもほとんどいない。しかし現在世界の中で最もクリスチャンが急成長している国となっているということですね、ネパール。おそらく現在 3% ほどのクリスチャンがいると言われているんです。ね、日本は 1% もいかないわけですからね、これどれだけすごいかっていうことですね。しかもこれ20年30年の間の話です。20年30年でもうほぼゼロから 3% ほどのクリスチャンがヒンドゥーに縛られているね、そういう状況にある国でありましたけど、そういうリバイバルが、いわゆるリバイバルが起こっていて、現在もクリスチャンは増え続けているようです。
聖霊を受けた一人の人から本当に世界宣教の働きはとどまることなく前進をしていくようになるということですね。ラブ JP シャーチもこの地に置かれて、本当に宣教の働きが確実に進められていることを覚えるわけです。聖霊を受けた一人の人が大切であります。イエス様が来られるその時に至るまで聖霊の力を受けてイエス様の証し人としての歩みを全うしていくことができればと願っているんです。はい、じゃあ次行きましょう。カッコ4番、悪い世界につまずかないように。16章1節から、ヨハネ16章1節から3節までですね。これ3節まで、3節まで読みます。ヨハネ16章1節から3節、これらのことをあなた方に話したのはあなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているなと思う時が来ます。彼らがこういうことを行うのは父をも私をも知らないからです。はい、早速一節を見れば、イエス様がこれらのことを話されたのはあなた方がつまずくことのないためで、このように言われたということは、つまずくようなことが起こるということを教えているわけですね。で、これは繰り返しになりますけれども、具体的にその内容というのが2節から見ればあるわけです。人々はあなた方、イエス様の弟子たち、街道から追放するようになるでしょう。また追放するだけじゃなくて、あなた方を殺そうとする、あなた方の命を狙う者も現れるでしょう。何のゆえに、イエス様信じる信仰のゆえに、聖霊の力を受けてイエス様の証人として生きるがゆえにあなた方を殺そうとする人々まで現れるという、全くこれは大げさな話ではなくて、イエス様ご自身もその道を通られたということですよね。しかも恐ろしいことは、クリスチャンを迫害しクリスチャンを危険な目に遭わせることによって、それがすなわち神に奉仕をしているのだと思っている、神の前に正しいことをしているように考えている人々によってそういうことが起こってしまう。クリスチャンを迫害すること、イエス様を宣教する者そのものの命を奪うことによって、自分は神に奉仕をしている、正しいことをしている、神の御心だ、そう思っているということですよね。驚くことにパウロがそのように生きていた人でした。彼はね、神の働きのために、熱心に最後の最後まで仕えて、地の果てに至るまでキリストの証人、この働きを実践した人物でありました。しかし彼がキリストのために働くようになる前にはクリスチャンを迫害するものでありました。男でも女でもイエス様を信じる者がいるならば、それを縛り上げ牢獄に入れていた。ステパノが殺される時もパウロはそれを許可していた、賛成の票を入れていた。パウロはそれをすることによって神に仕えていると考えていたんです。はい、パウロがそういう時期を過ごしていたことも聖書に書いてますね。使徒の働き9章1節2節、使徒の働き9章1節2節、使徒の働き9章1節2節であります。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと
殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸教会、諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。またもう一つ、使徒の働き22章3節から5節。使徒の働き22章3節から5節。使徒の働き22章3節から5節。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられガマリエルのもとで私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。彼は神に対して熱心なものであった。自分でそう言っているわけですね。で、その熱心さがキリスト者を迫害するという、まあ、間違った方向に現れてしまう、間違った熱心でありましたね。どうしてそういうことになってしまうのか。今日の御言葉のヨハネの16章に戻って3節を見れば、父も私も知らないからです。パウロは神様のことを知っていたはずでした。自分が神に対して熱心なものであると言って、この厳格な律法のこの学びも全て行って神を知っているはずでした。しかし本当の意味で彼は知らなかった。後にパウロは神の恵みを受けてイエス様と出会うこと、本当にパウロは本当に神の恵みを受けたんですよね。イエス様と出会うことが、そのうち彼は命を懸けてイエス様の証人として生きる人物として変えられていくことになります。本当の意味で神様を知ることができたんです。しかし以前彼は神様を知っていると思っていましたけど、全くそうではなかったということですね。はい、今日の御言葉に戻って、神を知らない人々によってイエス様の弟子として生きる人々がつまずくことになるということが起こる、そういう出来事が起こるよ。理不尽な状況に置かれることが起こるよ。不当な扱いを受けることが起こるよ。最終的に命まで狙われてしまうということが起こるよ。実際パウロもペテロも殉教をしていかなきゃならなかったのです。最後は迫害を受けて命が奪われてしまうということ。しかしその中にあっても彼らはつまずくことにはならない、倒れることにもならない、もう人生終わったみたいな状況にはならない。どうしてでしょうか。今日の御言葉の一節ですね、先ほど読んだ16章の一節にあるわけですね。これらのことをあなた方に話したのはあなた方がつまずくことのないためです。つまずくことのないように、あなた方にこれから起こるさまざまな悪い出来事が起こるんだけど、その中にあってもつまずくことがないように、イエス様が何をされていたのか、御言葉を語られていたということです。御言葉を彼らに与えていたということです。その語られたことを覚えていなさいということです。もし語られている御言葉があなたの中にあるならば、あなた方はどういう状況にあってもつまずくことにはならない、倒されてしまうということにもならない。もちろん倒されるようなことは起こる。しかし
また起き上がるのがクリスチャン。なぜでしょう。御言葉があるからです。どうして私たちはつまずいてしまうのか。御言葉の約束を忘れてしまうからですね。御言葉の約束というものを握っていないからですね。私たちを救うことができるのは何でしょう。御言葉なのです。御言葉の約束があるので、私たちはどんな状況になっても倒れることなく、つまずくことなく、力強く立ち続けていくことができるようになるのだということですね。使徒の働き使徒の働き5章40節から42節読みます。使徒の働き5章40節から42節使徒の働き5章40節から42節使徒たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮で家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。全くひるみません。イエス様の皆のゆえに鞭打たれました。迫害を受けました。脅されました。牢獄に入れられました。しかし彼らは全くひるまない。その状況を憂うことでもない、思い煩わない、恐れることでもない。どういう反応が起こっている。喜ぶと言っている。そしてなおも大胆にキリストを伝えていくということ。イエスの名によって語ってはならない、彼らは語り続ける。どうして彼らはそのように生きることができたのか。御言葉を知って、御言葉を信じて、御言葉を握っていて、御言葉が真実である、御言葉の約束が絶対であることを彼らはしっかりと信じ握っていたからなのです。だから彼らはどんな状況でも倒れません。迫害を受けてもつまずきません。そのような状況をも喜び、なおも大胆にキリストの福音を人々に述べ伝え続けるということですね。少しばかりおとなしくしていようかじゃなかったんですね、彼はね。さらに力強く大胆に福音のために立ち上がる人々として、前進を続けていったわけです。マタイの5章10節から12節マタイの5章10節から12節これはイエス様が教えられた三条の説教の中でも有名なところですね。マタイ5章10節から12節義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。アメン。はい、もちろん私たちの人生には直接的な迫害というものは今はまだないのかもしれませんね。キリストを信じる信仰のように罵られたり、ね、悪行を浴びせられたり、迫害を受けたりということはないかもしれません。
私も知ってるね、韓国人の宣教師で北朝鮮とかね、中国とかでね、そういうところで宣教の働きをしている先生がいますけども、それはもう本当に、楽な働きじゃないわけですよね。もう本当に信じられないような迫害を受けなきゃならないということも体験してきたわけです。まあ、私たちにはそういうものは日常にはアメリカにいて日本にいてということはないかもしれませんね。しかし私たちには今も信仰をつまずかせるようなさまざまな出来事、事件というものは日常に起こるものだし、教会生活の中でもそういうことが起こってくるということです。分かりやすい迫害というものはなかったとしても、今も私たちには巧妙な敵の策略の前に立たされているのです。もうイエス様がそうであったようにですね。ですから私たちは日々目を覚ましていて、つまずくことのないように、倒されることのないように、失望させられることのないように、不安とか恐れにとらわれてしまうことのないように、何を信じますか？約束、御言葉の約束を信じて、この約束をしっかり握って前進できるように、立ち続けることができるように、なおも大胆に喜びを持ってキリストを語るという、その使命に立ち続けていきたいと願うのであります。はい、今日はここまでです。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、今日も与えてくださる祝福の御言葉に心から感謝いたします。そうです、私たちの恵み、本当に神様くださった恵み、聖霊によってイエスキリストを信じ、クリスチャンとして生かされるこの立場が与えられていることを感謝し、これからも本当に私たちがなおも喜びを持ってこのキリストを述べ伝え続けることができるように、どうぞ導いてくださいますように。その中でもしかしたら本当に敵が巧妙な策略を持って私たちを倒そう、つまずかせようとするかもしれませんけど、そう、私たちがしっかり握るべき御言葉の約束、これを持って信じて前進していくことができるように、立ち続けることができるように、騙されてしまうことがありませんように助けてください。ハレルヤ、主を感謝します。今日も与えられる祝福の御言葉に感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、じゃあ今日の学びは以上になります。今日ありがとうございました。感謝します。ハレルヤ。